はい、前回の動画の後、店の方ではエンジンを積むというところに入ってるんですけども、まだエンジンはかかっていません。というのも、タービンの冷却パイプから液漏れとか、エアコンの高圧パイプから液漏れとか、しかも部品がないので作ってもらうっていうようなことが起きたりですね。あとはフロントパイプだけじゃなくて、マフラーもバンパーが変わったことですんなりつかなくて、加工した上でテール部分をカットして溶接し直したとか、ちょっといろいろあってですね、あとあれだな、リアサスペンションのメンバーのブッシュが切れて中のシリコンが漏れてるとか、いろいろ起きてですね、まだ待っている状態です。で、この待ってる間にですね、前々から言ってたフロントブレーキのベルハウジングの製作のところに絡んで、もう作るんじゃなくてもキャリパーごと変えちゃうかみたいなことを考え始めてしまってですね、で、今ちょっといろいろ調べてみていました。今ついてるキャリパーがこれですね。 F50 キャリパー4ピストンってやつとがフロントで、リアはこの下のロータスタイプの4ピストンがついています。で、これ前後4ポットの組み合わせ、4ピストンの組み合わせになっていて、で、これ買うときもうこの組み合わせではリアが効きすぎるので、パッドで調整するって言われていました。で、それでもリアの効きの強さは感じたんですけども、強く踏んだときに前がグッて沈むんじゃなくて、車体が全体的にグッと沈み込むように効くのが、個人的には悪くないなって思って気に入って、結構気に入ってたんですよね。感覚的にはね、リアの方が一瞬早くブレーキがかかるような感じかな。で、結構気に入っているし、不足を感じるわけではないんですけど、ベルハウジングのこともあるし、もう20年以上前の製品なんでね、ゴム部品の劣化もあるだろうしっていうところがあって。というのと、あと今回みたいに、ショップオリジナルで作った部分について、そのショップがなくなっちゃうと、後から作れないみたいなようなことになってしまうこともあるので、そういうところも考えて、ちょっと最新のに変えてみたらいいんじゃないかなって思ってみたところなんですね。で、その候補の一つ目がやはり同じブレンボなんですけど、この新作の GT キットっていうのが あるんですけど、これね、このデザイン、これかっこいいと思ってるんでしょうかねって言っちゃうくらい、なんかいまいちなデザインじゃないですか、これ。ちょっとこれ見た目 NG だなって思ったんですね。で、これがね、実はもう一個別のキットが出ていて、これですね、ブレンボ GTS キットってやつ。これ2019年の4月に発売されたみたいで、鋳造のモノブロックで6ポットとリア用の4ポットが出ていて、で、これキャリパー表面は塗装じゃなくてタフラム加工、硬質アルマイトってありますね、やっていて、で、インナーダストシールドからアルミ単造ピストンとか書いてありますけども、要はレーシングキャリパーの鋳造モノブロック版みたいですね。ブレンボのレース用のキャリパーって単造モノブロックなんですけども、ストリート用は鋳造にして価格を抑えてるのかわかんないんですけど、レース用の単造モノブロックすげえ高いみたいなんですね。ということで、これ見た目がなかなかかっこいいですよね、これ。何よりいいのはこのロゴ。ロゴが、レース用のものと同じ彫り文字のロゴになってて、これはすごいかっこいいなと思っています。はい。で、これ、当然ながらというか Z32 用のキットはないんですけども、ブレーキキャリパーのキットって、どこのものでもそうなんですけど、大体、
なんだろう、ラインナップにないものも作りますみたいなことが書いてあるんですよね。まあ、その作りますの作った部品をちゃんとずっと供給してくれるんだろうねっていうのがやっぱ気になっちゃうんですけどね。まあ、前の今ついてるブレンボを買った店もやっぱりどのない車種でも作りますみたいな店だったんで、ちょっとねそこが怖いところなんですけどね、はい。で、2つ目が、エンドレス、日本のエンドレスです。エンドレスはキャリパーがいっぱいいろんな種類が出てるんですよね。で、この中で良さそうだなと思ったのは、このモノロックスポーツフロント用ですね。と、リアはどれだっけな、これレーシングビッグ4ってやつ、これが良さそうかなと思ったんですけど、エンドレスってオプションがいっぱいあってですね、例えば、色とかね、ベルハウジングの色とか、キャリパーの彫り文字加工とか、いろいろオプションがあって、で、さっき言った、モノロックスポーツと、レーシングビッグ4にこれやったらいいんじゃないかなってオプションをつけるとですね、タフラム加工とか彫り文字加工とかなんですけど、そうするとこっちのレーシングキャリパーの方と大差ない値段になるぐらいな感じになっちゃうんですね。で、それならそれらのオプションがもう標準になっているこのレーシングキャリパーを選んだ方がいいんじゃないかなと思って、このレーシングモノ6ってやつと、レーシングモノ 4R、 これか、はい、この組み合わせがいいのかなと思いました、はい。で、3つ目がこれイギリスの AP です。AP は、2015年なのかな、ラディカルっていう、新しいキャリパー、まあ、これなんですけど、はい、を出していて、で、これがなかなか良さげなんですね。で、このラディカルっていうやつは、オイルシールとかピストンを保護するダストブーツとか、ストリート向けの、なんだろう、いろんなことが考えられているようなことが書いてあってですね。で、これが単造のモノブックなんですね。さっきブレンボの時、ブレンボは鋳造のモノブロックなんですけど、この AP とさっきのエンドレスもなんですけど、単造のモノブロックで作られていて、で、これ面白いのはメーカー自らですね、これまではルックスにあまりこだわりを持ってなかったんですよ。このキャリパーはストリート用として見栄えも重視したデザインを持たせてますっていうぐらいの、なんか見た目から変えましたということで、確かにこの今までこれが今までのか強いわかんないですけど、今までのような武骨なデザインじゃなくて垢抜けたデザインになってますよね、これね。まあ、少なくとも新しいブレンボの GT キットのデザインよりは全然センスは上ですよね、これね。で、ここにも書いてあるんですけど、キャリパー自体はイギリスで作ってるんですけども、キット化はアメリカのスチレンで、行われていて、で、まあこれもですね、実はこの下にラインナップあるんですけど、 Z さんにはね、クラシック使えた場合だってラディカルはないんですね。で、この3つからどれを選ぶかということなんですけども、一番の違いはさっき言ったようにエンドレスと AP は単造モノブロック、ブレンボだけ鋳造モノブロックなんですね。ただ鋳造といってもキャリパーの形に鋳造したんじゃなくて、
鋳造のアルミブロックから削り出しているって書いて、どっかに書いてあったと思うんですけど、ようなっていてですね、まあ同じサイズだったら、まあ、単造の方が強度が高くて、鋳造の方が軽くできるっていうことになるかと思うんですけど、一概にアルミって言ってもいろいろあるので、使ってるアルミそのものの違いがちょっとよくわかんないので、なんとも言えないかなって思ってます。まあ、モノブロックになってる時点で、今使ってるブレンブより性能が上なのは間違いないですけどね。ただ、やっぱなんか単造の方が良さそうですよね。で、第2の違いは値段ですね。エンドレスは、前後フルセットで120万ぐらいになるんじゃないかなと思っていて、このブレンボは110万ぐらいになりそうです。なんですけど、これ AP はね80万ぐらいでいけそうなんですよね。で、この AP はこれ、まあ、今回のチューンでもだいぶ部品の手配でお世話になっているデートの福岡のデタナさんが Z 参入のキットを出しているよう で、これがなかなかお安いんですよね。で、まあ、なんでこんなに差がつくのかなと思ったんですけど、まああれかな、これ見たらわかると思いますけど、キャリパーはこれエンドレスとブレンボーは硬質アルマイトなんですけど、 AP は塗装ですよね、これ見た感じね。あとこのロゴもこれ多分プリントですよね、多分ね。そういうところなのかなと思っています。で、あとは3つ目の違いは見た目ですね。見た目はね、やっぱり最初に言ったようにこのブレンボーの GTS が一番かっこいいかな思ってるんですよね。ロゴもいいしね。ブレンボってやっぱりブランド力がありますからね。ただこの AP は塗装なので色が選べるんですよね。うん。それに AP 自身が芽生え樹脂って言ってるようにね、見た目もまあそんなに悪くないかなと思ってます。ただこの中からもう人に勧めるならこのエンドレスかなと思っています。なんでかっていうと、やっぱり一番の理由は補修部品の供給ですよね。メーカーは国内にありますから、部品の供給は安定してるし早いですよね。それにここはブレーキパッドも作っていて、特注も受けてくれるで、トータルでセットアップができるんじゃないかなと思っています。ただ自分が使うならやっぱり AP かな。何より安いし見た目も悪くないですしね。今回お世話になった福岡のデータナさんで Z30 を使ってますし、取り付けてる実績もあるし、しかも AP のしかもこのキャリパーってなかなか珍しいですよね。つけてる人あんま見たことないと思いますよね。これ珍しいっていうのはなかなかのポイントなんですよね。しかもですね、このパーツも謎のショップ製とかじゃなくてスチレン扱いなので、供給は遅いとは思いますけど、まあ、途絶えることはないだろうかなと思っていますし、レズナさんもサポートしてくれるだろうしねっていうところがあって、AP がいいかなと思っています。ということで、まあ、正直もう発注しかねないぐらいの状況、気持ちなんですけど、まあ、その前に、車検を通すためのデータが準備できるのか、まあ、それは、あんまり大したデータが必要なわけじゃないらしいんですけどね。というのと、せっかく今回新しく買ったホイールにそもそも入るんですかって、いうのが問題かなと思ってます。これここに出てますけど、これねフロントが 370mm でリアが 355mm って結構大きいんですよね。今のより大きいローターだし、キャリパー自体も結構大きく
見えるので、ちょっとね、今のホイールのインセットに合うかどうかとか、気になって、まあ、ここにも書いてますよね、ホイールのマッチングなどの問題もあるんでって今書いてありますけど、というのもあるので、ちょっとベルハウジングの製作の進み具合を確認して、進んでないようだったらちょっと店の方に確認してもらおうかな、考えてもらおうかなと思っています。